エイミー・ヒルはアメリカ合衆国の女優、声優である。1953年、サウス・ダコタ州のローレンス郡に生まれる。母親が日本人で、父親はフィンランド系アメリカ人だったが、1979年に他界した。高校を卒業後は上智大学に1年間の予定で来日したが、最終的には7年間の滞在にまで伸びた。日本滞在中は、 都内のスーパーのレモンの売り子として働き、しばらくしてからラジオのパーソナリティとして外国人の視点から日本を語る番組、エイミーの日本のホストとしての活動も行っている。アメリカに帰国後はサンフランシスコを拠点にしたアジア系による劇団アジアン・アメリカンシアターカンパニーで舞台女優としてキャリアをスタートさせ、舞台においては 自身の東京での滞在生活をベースにした一人芝居劇東京バウンドの脚本、主演を務めた。一人芝居は東京バウンドを含め三部作となり、アメリカ各地の巡業公演を行い高い評価を得た。1980年代半ばあたりから脇役として、テレビドラマや映画などに出演をし始め、1994年からマーガレット町、 クライドクサツらが出演するアジア系家庭をコミカルに描いたシットコム、オール、アメリカンガールの韓国系アメリカ人の祖母役を演じたあたりから知名度が急上昇。それ以降は順調にキャリアを重ねアジア系女優としての格好たる地位を確立した。現在ではテレビドラマシリーズなどでのレギュラー出演も目立っておりアジア系女優として活躍を続けている。 前述の来日期間に結婚をしている。帰国後は、養子として娘を迎え入れており、彼女もまた演劇をしていることから親子で舞台に立ったり、演出家としての活動でも知られている。ありがとうございます。